浜松市にある関西風炭火焼きうなぎ専門店うなぎの貫太郎では、先月24日に続くこの夏2回目の土用の丑の日、今日の二の丑に備え、普段の 1.5 倍のうなぎを仕入れたということです。店は開店すると早速多くの人でにぎわい、厨房では弁当の電話注文対応で大忙しでした。いろいろ出ること多いものですから、やっぱりこう暑いとやっぱこういった力つくものが欲しいなっていう状態ですね。中がふんわりしてて本当暑いので、うなぎを食べて元気になってもらいたいですね。例年以上に暑さが厳しいこの夏、2回目の丑の日にも多くの人が夏を乗り切ろうとうなぎを求めていました。